もう一つ行く、はい、はい、じゃあもう一つ行きましょう、続いてハンドルネーム運動音痴さんからいただきました、ありがとうございます。今度体育の時間に跳び箱をやります。うん、うん、中学生、小学生、小学生、あ、中学生かな、うん、跳び箱の、縦は6段まで跳べるのですが、うん、横になっているとお腹から落ちます、うん、怖すぎて跳べません。急に可愛いよねこれ子供電話相談室になっちゃうね、うん、小学校の時に思いっきりお腹から落ちてブロスみたいな感じで落ちました。しかもそれも5回中4回です。お腹から落ちるってなんだ、お腹が当たるってこと？多分だからうつ伏せで落ちちゃったってことなんじゃないかな。行き過ぎちゃうってこと？うん、足が引っかかったりとかして。開かなくて、うん、多分そうそう引っかかって顔から行っちゃ う, っていう。ああ、あの飛び箱の上に開きになっちゃうってことね。ああ、そうね、そうね、その可能性、そのパターンもあるかもしれない。ビタンってなっちゃうってこと？うん、ああ。どうやったら飛べるようになりますかということです。縦は飛べるっていうことはあれだよね。あの長い開脚か、問題は。そうそう、だ多分問題は開脚だと思う、はいはいはい、足が開かないから横にした時のその両サイドの角に膝のところがクンって引っかかっちゃうと思う、はいはい、きっとね。確かにあれ結構頑張らないと飛べなかった気がする。あれ怖い、あー懐かしい。6段とか怖いもん、もう今見たら絶対よくやってたなって思うね。いや飛んだ飛んだ、飛んでたわ、うん、8段ぐらい飛ばなかった？飛んでました。やってたと思う、ねえ、うん、かなちゃん運動神経ある人？運動神経普通です。普通、はい、あのそんな引いててあるわけでもないんですけど、なんか持久的なものになるとちょっと強い、へー、スタミナがある、とかへー、ですね、瞬発力はないんですけどじゃあ水泳もいける？水泳も、へー、好きです。なるほどね。シロロ飛び箱、私そうだね、そんなに運動で、あの自分のテリトリーから外れると無理だから、ラケット持つとアウト。わかる、それ手でやるものは大体できる、自分の体内でできるのは。あ、でもあ、そうか、でもちょっと違う、大体できたけど、うん、卓球、バドミントン、テニス、野球、はいはいはい、ダメだね、はい、あとはスキーもできるし、うん、水泳も大丈夫だし、あとね、うん、足もダメ、サッカー、あー、無理だ、あー、サッカー、俺ね、球技がダメなんですよ。あ、ボールダメ。そう。バスケもダメ。バスケもダメ。バスケ部だったんだけど、でもね、バスケダメです、全然。全然うまくならなくて、ダメだ、球技って。だからそのシロンが言ってるラケット持つとかも、うん、なんかね、横の視野が弱いらしい。テニスとかって、球来た時に横で打つでしょ、うん、はいはいはい。で、横のこの感覚、わかる？このラケットの網があるところまで、手から網までの距離。わかる、あれ魔法みたいに積み上げてくよね、うん。いやいや、絶対当たってる。絶対当てるつもりでいたよ、今。当てるよ、みたいな。っていう。魔法って思う時あるよね。で、どうやら俺は縦の視野角は広いらしくて、バドミントンは割と当たる。なるほど。バドミントンは当たる。なるほどね。そう、なんか横がやっぱダメみたいで、私たちゴルフもダメかも、ね、ゴルフダメだと思うゴルフ絶対ダメだと思う。横に行った瞬間にゴルフクラブがどこにあるか多分もう分かんないと思う。そうだね、振り上げた瞬間に。だ、野球もダメだし、いろいろダメなの。面白いね、ダメなものがね。飛び箱でもこう単純に開脚だから柔軟の話かな、ね、これは柔軟と、まあ、運動神経とかの話になってくるのかもしれないね。体柔らかくするのは毎日柔軟してれば結構いきますよね、うんうん、なるなる、まあ、全然なる。しかもだってまだ学生、きっと中学生高校生とか全然できると思うよ。あっという間に柔らかくなりますよ。柔軟はやった方がいい。あの足抜きできるようになるもん、あれね。あー、すごい。洗濯畳みながらやってると、あー、ふんって抜けるようになるから、クニンってね。そうしたら飛べるんじゃないかしら。あ、それはいけ。もしくは飛び箱を縦にしちゃうかだね。そうだね、あもう横じゃ飛ばないって決めて。そうそうそう、でも横のテストがあるんじゃないですか。あ、そうか、そういうことか。でも私も言われたけど、うん、1回2回やらないって言うとわがままって言われるけど、うん、10年やり続けるとスタイルになるよだからここで妥協すると、いやいやいや、シロロ、シロロ、高校生になっても、いやいや、大学生になっても、シロロ
わがままって言われちゃうから、今ここでいや私はもう横では飛ばないんですって言っちゃえば、かなり早い段階で10年が経つから、あの社会人になってからはもう、あそういうスタイルなの人なんだなって思われるから大丈夫だと思う。早いと思うな、その解釈その哲学を教えるの早いと思うんだけどな。そうだね、まだ何でもやった方がいいと思う。まだ何でもやった方がいいと思うよ。そうだね、やめにやらないって。そう、できないことは少ない方がいいはずだからね。中学でスタンス決めちゃうのはちょっとね、そうだね。そうですね、それから縦で10段飛べるようになるっていう方法もあるよね。あ、横はいかないけどね。そうそうそう、苦手なことを伸ばしていくよりも、得意なことを伸ばすって実践もあるんで、まあそれどっちを選んでいただいてもいいんじゃないかと奥様は思うよ。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、運動おじさんちょっと、まあ、どっちかですね、柔軟して柔らかくなるか、ね、私は飛ばないっていうか、それでも縦の方を伸ばすか、3択ですけどね、どれか取捨選択して目指してみて、はい、望んでみていただきます。